どうも、おやっとさーです。鹿児島ラーメンナビゲーター入江健です。今回はあのラーメンの鬼佐野実氏を師匠とするラーメン店をご紹介します。佐野さん直伝のラーメン魂を鹿児島ラーメンとして表現しています。終わっぜうまい一杯でした。最後までお楽しみください。鹿児島市電塗装電停から徒歩10分くらいのところにあります鹿児島市塗装ジャパンラーメン堂さんにお邪魔してます。こちらがジャパンラーメン堂さんのメニューになります。今回はこの中から男前ラーメンにトッピングで全部のせをオーダーしました。しばらく待っていると着丼です。着丼と同時にあたりを漂う醤油の香ばしい風味、いただきますということでスープから。いやこのスープうまっ。スープのベースは豚骨、返しに甘めの鹿児島産醤油を使い魚介を配合。スープ全体に奥行きを感じられるうまいスープは滑らかな口当たりで、濃厚でうまみが十分に抽出されたスープはしつこくなりすぎないほどにこってりですが、それがまた美味しさの一つ。そんなうまみたっぷりのスープからリフトアップして出てきた麺は中太ストレート麺、すっちゃいます。いやこの麺もうまい。すくや形状で表面はつるっとしています。しっかりとしたコシが印象的。コシの強さを残しながら噛み進めるともっちり感が出てきます。さらにスープと麺との相性がとても良く、しっかりスープが絡みます。麺がスープをまとい口まで運べば、豚骨醤油の甘み、魚介の風味が口全体に広がってきてうまさを演出してくれます。この麺のつるもち感はズバズバ美味しくいけちゃう麺です。さあそのうまい麺を追いかけるようにスープを吸っていき、ちょっとだけスープを飲むつもりが本当に美味しくて、レンゲの手がどんどん止まらなくなってきています。本当ジャパンラーメン堂さんのスープ美味しいよねっていうことを再確認した後は、はい、こちらのチャーシューをいただいていきます。いやこのチャーシューめちゃめちゃうまい。肉厚十分の大判チャーシューは鹿児島産のチャーミートン、あっさり味付けで肉質と脂身のバランスがいい。噛めば砕けて肉本来の旨味が口の中に広がります。さあ次は味玉です。こちらの味玉もちょうどいい半熟具合でとても美味しかったです。さらに立て続けに海苔で麺と野菜をしっかりくるみリフトアップして口の中に放り込めば、口の中に磯の風味が広がり、さらに絶妙なシャキシャキ感の野菜がとてもうまく、麺ももっちりしていて美味しいです。さあ次はチャーシュー、麺、野菜を一緒に箸でキャッチして口の中にさらに放り込めば、これもまた肉の厚みのうまさと野菜のシャキシャキ感、麺のもっちり感のハーモニーが絶妙でとてもうまかったです。ってなわけで後半から中盤に向けてガンガン麺をすすっていっちゃいます。ジャパンラーメン堂さんのラーメンのうまさに気づかない間に魅了されて没入状態でガンガンすすっちゃいます。そんなジャパンラーメン堂さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録もお忘れなく。さあ本日も会員完食です。
種子島出身の店主が作るラーメンの鬼佐野さんの思いを鹿児島ラーメンで表現したうまい一杯、わっつうまかったです。ごちそうさまでした。